よかったな。うわすげえ。今なんか固まる。でもちょうどいいな。肉も入ってる。あとチャーシューも入ってる。うらい。ワンタン、ワンタン、ワンタン、全部入れちゃおう。うん。やばい、見て。これやばくない？見てるかな。やばいね。これ油全部。やばくない？これはえぐい。とりあえずこれここで温めていく、うん、よし、じゃあ火つける、うん、やってんか。うわすごっ。これで15分ぐらいは煮たいところでは煮たいよね。おお、入れるか。とりあえずこれ、いいね、いいね、うん、おもろで、こっち住んでってちょうどよくないな。だいぶ縮んではきた。しまった。うん、あれだけだよ。もうちょっとアングラやるかもしれない。金木犀は。金木犀でもない、全然。金木犀でもない。何系なんだろう。なんていうんですか。ブルームです。こういう感じでバンドっていうかもう、あれじゃん、テクノというか。あ、そうそうそう。意外ですけど。え、見て、だいぶいい感じ。だいぶ、やばいな、油。めっちゃうまそう。油もやばい。うわ、ここら辺めっちゃ白っぽくね。うわ、白っぽい。えぐい、これはやばい。うん、油えぐくない。もういいかな。もういいかも。うん、いや、じゃあ次回そう。よし、うん、では完成ということで、はい、食べていきますか。はい。では、これやばいよ。いただきます。めっちゃうまそうじゃない。いや、正直めっちゃうまそう。背脂食べたい。うまそう、だが背脂から取るやつ。背脂から取るやつ。うまい。やばい。やばい。ワンタン。うまいかも。やばい。麺食べる麺。あー、そういう感じね、うん、麺も一応テイクアウトしたやつが、冷凍したやつがあるから。いただきます。はい。めちゃくちゃうまいよ。でもうまっ、やばっ、うまいよね。うまっ、うまっ、これえぐいね。うん、うん、湯気すごい。湯気やばいね。湯気しか見えてない。うん、ワンタンうまいよ。ワンタンうまいよ。ナスコちゃんいるじゃん、うん、がさ、よくやってて自分が、うんうん、で、なんかワンタン入れると美味しいって言ってて、うん、やりたいなと思ってた。うん、うまい、ワンタン夢が叶った。なかなかジロー持ち帰りしないから。持ち帰りしない。豚が豚の油吸ってるわ。なんか目欲しくならない。目欲しくなる。うん、うまい。うん、普通になんかラーメン食べてる感じだ。うん、唐辛子。あー、バリオンのね。うん、これ美味しいって誰か言った。うん、あ、美味しい。うまい。あんまり辛くない。もう盛りてみよう。そんなになんか油どぎついって言われてない。お前そんな。背脂すごい。本当。あ、うん、トガシうまいわ。あ、うまっ。トガシうまい。辛っ。ワンタンかと思ったら背脂のこと結構ある。見分けがつかない。そうなすぎる。卵。卵ここにあるから。うん、やっぱこの麺も美味しいな。それね、最近全然ジロー行ってないから行きたいんだよね。本家。本家の。俺も行きたい。あんま行ったことないんだよな、なんか。うん、どこに行ったのかあるんだっけ。ひばりと池袋。
あー、ひばりいいな。ひばりってでも美味しいで話題に。あー、そうなんだ。聞いたことあるよ。評判いいイメージ。確かにうまかった。うまいけど二度と言わないと思った。やべ。量すぎて。あるあるじゃん。油が腹テッカテカになる。背脂うまくね。うん、めっちゃ美味しい。普通に麺入れてんの。あ、入れる？入れてんの。あ、あり。くどくない。味しみそうで。入れよう。これ全部入れていいと思う。意外とくどくない。ちょっと伸びるかも。あ、ちょうどちょうど。カメラが。麺とニンニク追加。うん。もうジローやん。これはやばい、もう。オフユーチューバーで。普通になんかさ、あれ鍋でさ、ジローやってる人。え、マジでさ。これだけ見たらオフユーチューバー。オフユーチューバーこうやってやったらいいんですよ。めっちゃ量あるように見えない？やばいよ、これは。ね、うまい。さ、俺飲み物ばっか飲んでんだよ。あ、普段から飲むのすごい。うん、イカセイだからね。そういうこと？イカセイにとって飲み物よく飲む。そうな。うちらやばいよね、ペットボトルの消費量。やばいよ。てか俺ら完食をしないから。あ、完食してないね。完食しない。だから飲み物飲むで高いんじゃん、うん、なるほど、そうかも。俺編集してる時とか、うん、作業してる時、うん、お茶ガブガブ飲みながらミンティアとかミント系のタブレットをずっと永遠に噛み続けてる。なんか食べてるよね。なんか食べてる。ミンティアとか、うん、なんかフグの噛みスーパーよくない？なんか小山くんが最近よく口ずさんでるじゃん、うん、ああいう感じかと思ったら思ったより全然違った。もっとおしゃれな感じだった。そうだよ、そりゃそうだ。こないださ、コメントでさ、なんかここに乗っかってるの嫌じゃないんですかみたいな。あ、膝の上に。別に全然嫌じゃなくてさ、うん、ちょっと厄介だなと思うけど、このテーブルになんか触ったりするのは怒るけど。あ、それは怒るよ、うん、でもちっちゃい頃から動物いるせいでさ、それが嫌とかいう概念がなくて逆に驚いた。なるほどね。でも確かに、まあ犬とか飼ってない人とか、うん、しつけ厳しくしてる人とかは確かにと。そうなんだよね。犬に元気になって、それが2倍になって、けどめっちゃ楽しいよ。ベッドだって窮屈なんだ。ベッド異常に窮屈でやばいよ。犬やばって、夜で、萌ちゃんがさ、最初寝るときに、うん、なんか私が真ん中だいって、うん、萌ちゃん真ん中で、うん、マロが端、うん、で、俺が端、うん、みたいな感じで、うん、で、タロが下の、うん、で、みたいな感じで、うん、なんかふざけてやってたもん、萌ちゃん、うん、じゃあ萌ちゃんがそのまま寝ちゃって、で真ん中で大の字に寝てるから。俺こんな、しがみつく感じだったよね。マロが最初で俺のここら辺に来てたの。うん、で、タロも俺のここら辺に来たら、もうやばいよ。はい、ということで、ジロー鍋でした。うん、はい。はい。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。バイバイ。ごきげんよう。